おお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 
こいつが犯人、こいつが犯人だよ。だから許さないマジで。新世界の神ポコエフロンだということで、今回はトシキのスキンコンテストを荒らしていきたいと思います。でですね、前回スキンコンテストを荒らすのを失敗してしまって、まあ1時間ぐらい時間を無駄にしたんですよ。なので、まあそちらの失敗を生かしてですね、僕は今回はこのフィッシュスキンでいっで、まああたかもスキコンに参加しているかのような感じにして、でまあそれでバレないようにちょっとしていこうかなと思います。なので早速ちょっとカスタム入っていきたいと思います。ということでレッツゴー。ちょっと待ってよ、これ降りる場所マジで重要だからな。ログジャム降りよ。バレたくないからもうちょっと遠目にわざと降りてログジャム降りよ。でログジャムでキー買ってキー乾燥させて、武器とグレネードで爆破させたいから武器とグレネードをゲットしよう。もう前回の1時間というあの無駄な時間、本当にマジで無駄で、あの時リスナー3人呼んで、まあ、僕ら4人で嵐行こうっつってやってたんですけど、その子たちの時間まで無駄にしちゃったから、今回は1人でね、で失敗してもまあ自分だけが時間の無駄になるようにしてるんですけど、マジで前回申し訳ないことしたんで。グレネードね、マジか。グレネードで爆破させたいんだけど、グレ出ねえな。グレ次に下がった、あった、グレあんじゃん。オッケーオッケー、グレ出た。コーニーが集合場所なんで。いやーマジでね、こういう時にトスキサーバーのスパイがいるってなると助かりますね。本当に僕のリスナーがスパイしてくれてるんで、よーしよしよしよし、堂々とちゃんとスキコン参加できるぞ。弱小カツの楽勝を泣かせて爆笑アオリエモートアンチはキツ。よし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 、溶け込んだ溶け込んでるぞ、めちゃめちゃ溶け込んでる。ワンチャン編集だけでバレる可能性もあるからね、そこも心配だったけど、まあバレなかった。みんな武器ちゃんと持ってんだよね。だから荒らすってなると結構大変なんだよね。これ本当に最後の最後まで残んないと結構荒らせないっていう6か、これは殺せ、トシキ殺せこいつを殺してくれ、ナイス殺してくれた、ナイスだ。はい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 、初めてシンプル来た。おおすげえ、合格で合格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 、よしよし合格したぞ合格したぞ合格したぞ、よしよし溶け込んでる溶け込んでる俺スキンコンテストとかやんの初めてだからマジでわかんねえんだよな、どういうシステムなのか。でも誰も荒らさなくてすごい平和な感じなんだね。でもこの平和俺が崩すから待っててくれ。このエモートしたらまずいよな、さすがに元気はつらつしたらバレそうなんだよね。だから元気はつらつはしないようにしよう。おお殺された、もうよく殺されるね俺の目の前のやつが。さあもうシンプルシンプルなんだけど、でもバッグもティッシュなんだよねこれ。どうすんの、豪華だな、ちょっと優勝候補じゃないかもしれない。なんか見てんだけど、こんなに見んのスキンコンテストって。おー合格した、危ない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 、殺されるかヒヤヒヤするんだけどあんなジロジロ見ないでよてっててててん、合格合格にしてお願いお願い、合格にして、出たシンプル、ダンスもエモートでうまい、主張がうまい、もう合格させてくれっていう感じだもん。合格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 、お赤来た、よっしゃ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 、オッケーオッケー合格した。お死んだ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 、いいぞ、次も殺せ次も殺せ、次のやつもやれ、もういらないそんな、次のやつもやれ、わあ合格しちゃった、あらよく合格するわねこいつら。あ待って、グレあんじゃん、
合格した。よし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 。あと2人になった。あと2人だ。場所変えるのかな。場所変えるのか。オッケー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 。ここはもう荒らすしかないでしょ。ここはもう荒らす。まずこいつをぶち殺すからな。まず。ほらグレネードくれー。グレネードくらえー。セイトスキーやったぞ。やったぞ。ついについにやったぞ。トスキー、まあ、いやええちょ待って待って、ちょ何殺してんの、何殺してんの、はっ、ねえねえねえ、ちょ待って待って待って、ちょちょちょ、はっ、おい何これ、最後はっ、おい何これ何これ何これ、何これ、待って、荒らされたんだけど最後に、何これ、ちょっとリプレイでさっきの犯人探すわ、で殺すんだこれ、こいつが犯人、こいつが犯人だよ、だからこれこれやばやば、もう負けたんだよ、これこれ、待って待って待って、これ待って待って、名前、ポコエフロンって許さない、マジで、あのチーリングの死体打ちの死体打ちをトスキにしてやったぜ。死体打ちの死体打ちを。うー、最高だ。いやー、気持ちよかった。マジでトスキはどんな反応してんだろう。え、トスキくん。今どんな気持ち？お世話で。あの、この前さ、俺のことをチーミングして死体打ちしたじゃん。だから、トスキの好きコン、荒らしちゃった。これでも全部、トスキが悪いよね。でさ、トスキくんさ、謝罪動画出した後にさ、その問題となった動画をさ、ショート動画として上げてたけどさ、あれはどういうことなの？せっかく謝罪したのにさ、ショート動画で上げてさ、反省の色が全く見えないじゃないですか。あれはどういうことなんでしょうかね。よければ詳しく教えていただきたいと思ってます。まあそんな感じで、トスキのことを完全に荒らし、そして、仕返しが成功しました。トスキくん。お疲れ。そして、二度と僕に喧嘩売んないようにしてね。僕を怒らせたら怖いから気をつけてね。それじゃあ。バイバイ。トスキ。二度と俺の前に現れないで。そしてこの動画を見てくれた皆さんありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価お願いします。多分みんないいと思ってくれるはず。じゃあ、バイバイ。